皆さんこんにちは。こんにちは、今日はスローフォックストロットのエクステンデッドウィーブについて説明したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、4、クイック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 、スロー。0、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2。はい、一度踊らせていただきました。このエクステンデッドウィーブ。名前はあんまり聞いたことないと思うんですけども、人によってはアウトサイドで、継続して交代するとか、アウトサイドランというふうに言っている方が多いと思います。今回はエクステンデッドウィーブ、継続するっていう意味があるんですけども、はい、その名前で、説明していきたいと思います。まずはじめに、よくある症状というのをお見せしたいと思います。0、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8というふうに、2人の足並みが合わないという症状が一つ。0、2、3、4、1、2、3、4というふうに、男性が先に行ってしまう、もしくは女性が遅いという症状。0、2、3、4、クイック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 。というふうに、どのタイミングでフェザーフィニッシュに行っているのかわからないという状況。はい。今の、症状のように、足並みが合わないとか、先に行かれる。あとは、フェザーフィニッシュに、どのタイミングで行くのかがわからないというような、まあ、大きく分けてこの3つがよくある症状なんですけども、今回のこのエクステンデッドウィーブ、いろんな症状で、いろんなたくさんポイントがあるんですけども、今回は3つポイントを皆さんにご紹介したいと思います。はい、それではまず1つ目のポイントですね。このエクステンデッドウィーブの、ポイント、やはり足並みが合わないと綺麗に見えません。はい、なので、エクステンデッドウィーブに入る直前の、男性であれば右足、女性であれば左足に乗った時のロアのタイミング、そして男性が女性を受け入れる体勢っていうのがとても重要になってくると思いますので、まずはそこを直していきたいと思います。今回はホバーからエクステンデッドウィーブに入りたいと思います。ホバーをして、ここから男性が右足、女性が左足でロアをしていきます。ロアするときによくある症状としては、こうやって外れてしまう。はい。このスタートがきっかけで足並みが合わないという方、もしくは引っ張られるという症状が出てきてしまいますので、まずはその0、2、3、4のときにお互いにしっかりとロアするタイミングとか方向とか深さっていうのを合わせるようにしてください。その時のポイントとしては、ホバーしている時はクローズになります。で、このロアをした時も同じくクローズでいてあげてください。この着地した時点でアウトサイドになったり、足を外に出さなきゃって意識が強すぎてしまうと、もうこの時点で、あ、うまくいかなそうだなっていう感覚になってしまうので、クローズのままでいいので、必ず男性はロアしてきた女性をキャッチしてあげる。はい、キャッチしてあげる、この感じを覚えてください。0、2、3、4、1、2、3 0、2、3、4、1、2、3。はい、それでは2つ目です。2つ目なんですけども、アウトサイドパートナーで継続してステップをしていくので、どうしても皆さん体の絞りが大事だとか、ポジションをしっかりと意識しなきゃいけないとか、ホールドの
形とかを気にしてしまう方が多いと思うんですけども、いわゆる CBM ってやつですね。CBM。皆さん聞いたことがあると思います。まあ、シンプルに言うと体をこう、ねじらなきゃいけないというか、こういう形のことを CBM と言います。で、この絞りを効かせることで、腰回りや足元に空間ができて、はい、その空いた空間にお互いが足が外に出ることで動きやすくなるというような考えで CBM というのを取り入れている方が多いと思うんですけども、まあ、結論から言うと僕たちはそんなことは一切考えていません。CBM、要は絞っているように見えるだけというふうに考えています。一度やってみたいと思います。組んだ状態から0,2,3,4、はい、これでロアしました。このロアした時はまだスクエアポジションにいます。ここから、アウトサイドパートナー、お互いにこちら側の足ですね、でアウトサイドパートナーになるんですけども、その時に結構いる方は体の絞りが大事だということで、ロアした時に体を思いっきりねじる、はい、でその空いたスペースを利用して交代するという方がいると思うんですけども、これも別に悪くはないです。アウトサイドで交代することもできるし、まあ教科書って言い方変ですけど、教科書通りに踊れていると思うんですけども、僕たちはそれをやるとシンプルに苦しいです。はい、自由に動けている感じがしないので、あまり CBM というのは考えていません。で、ではどうやってアウトサイドパートナーになっているかというと、考えとしてはとてもシンプルです。スクエアポジション、クローズポジションですね。このクローズになっている状態から、この向きを変えずに、だいたい後ろ斜め、今であれば45度の方向に自分の体、自分の体重を使ってあげるという感覚でいます。これを継続することで、アウトサイドパートナーが成立します。全身でも同じですね。前にまっすぐ進めばクローズ。向きを変えずに斜めの方に進めばアウトサイドパートナー。はい。このように考えていますので、体を絞らなきゃってやってしまうと、0,2,3,4、クイック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 。0,2,3,4、クイック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 。というふうに、アウトサイドパートナーになった瞬間に体に負担がかかるというような動きになってしまいます。0,2,3,4、 1,2,3,4,5,6,7,8、 0,2,3,4、 1,2,3,4,5,6,7,8、0,2,3,4、 1,2,3,4,5,6,7,8、 0,2,3,4、 1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、皆さんいかがだったでしょうか。確かに CBM を入れることで踊りやすいっていう方もいるので、それはそれで全然間違いではないです。ただ CBM を強く入れすぎてしまうと、アウトサイドパートナーができてるんだけどなんかやりづらいという形になってしまうので、やりづらい方はですね、勇気を出して、あえてやらないっていう方向も考えてやってみてください。はい、続きまして、アクセントですね、フェザーフィニッシュが、思い通りにリードできない、はい、ずっと歩いてってそろそろフィニッシュに行くよという合図が女性になかなか伝わらないっていう男性が多いと思います。で、その伝わらない症状がじれったくてですね、男性は手でこうブンと女性を前にぶん投げてしまったりしてしまうと、やはり女性はフェザーフィニッシュができなくなってしまうので、今日はですね、そのエクステンデッドウィーブのアクセントの場所っていうのをご紹介したいと思います。0,2,3,4、 アウトサイドで交代してってそろそろフィニッシュ行きたいなと思った時に、多くの方はそのままこうやってフィニッシュに行ってしまうんですね。
そうすると女性はまあできないっていう人もいればギリギリできるっていう、なんかこう際どいような踊りになってしまうんですけども、そろそろフェザーフィニッシュに行けますよっていう合図としては、まあ男性であればカウント4でやってあげるといいと思います。男性のカウント4の時っていうのは右足ですね、右足に自分の体重が乗った時にちょっとプレッシャーをかけてあげるっていうのがポイントになってきます。一度やってみたいと思います。0、2、3、4、1、2、3。はい、この後ですね、この後男性が右足を抜いて、フェザーフィニッシュに行く合図をするんですけども、右足の上に自分の体重が乗った時にちょっとフロアをぐっと押し込んであげるというか、プレッシャーをかけてあげる。はい。まあ、人によってはプレスとか、もっとスウェーをかけなさいっていう人もいると思うんですけど、僕のイメージとしては、こちらに欲しいものがあって、その欲しいものをこう拾いに行くというか、取りに行くような感じ。あそこに欲しいものがあるんだねってやってあげると、自分の体すべてがその方向に向かって使われるので、女性からすると、まあ、感覚、捉える感覚としては、スウェーがより強くかかったっていうのが合図になり、そろそろフェザーフィニッシュに行くよという結果としてリードになります。0、2、3、4、1、2、3、4、3、4、3、4、5、6、7、8。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はスローフォックストロットのエクステンテッドウィーブ、ポイント3つご紹介しました。どのポイントもとても重要になってくると思います。自分の動きやすい、自分たちの踊りやすい動きっていうのを追求してみてください。それでは皆さん頑張ってください。